73光年の妖怪は、アメリカ合衆国の作家フレドリック・ブラウンの長編 SF 小説、侵略テーマ SF の古典の一つである。それは、何者にも知られることなく、地球に来た。それは、本体から精神を分離し、眠っている動物に取り付くことができた。精神を本体に戻すには、動物が死ねばいい。それは、初めに、 本体を見つけそうになった人間の目をくらますため、野ネズミについた。次は本体を洞窟に隠すために少年を使った。次に本体を新たな隠し場所に移すため犬についた。それは地球から73光年も離れた恒星系から来た。それは犯罪者で追放するための力派によって瞬間的に地球へ送られた。今、それは母性でついていた宿主よりも、 人間の方が優れていることを知った。この情報を母性に伝えることができれば、犯罪者から一転して英雄になれる。それは、必要なことを行うため、猫、袋を老人の男に次々と取り付いた。休暇を過ごすため、友人から借りた家に滞在していた、スターアントン博士は、住民や保安官から奇妙な話を聞いた。臆病なはずののネズミが、 人間に歯向かって踏みつぶされたこと、少年が拾ったナイフで自殺したこと。車恐怖症の犬が道路に飛び出て引かれたこと、繋がれた犬に猫が飛びかかったこと、フクロウが窓ガラスに突入して破ったこと、老人が理由もなく猟銃で自分を撃ったこと、博士はこれらの出来事に、 つながりがあるのではと考えた。73光年の妖怪、井上和夫役草原推理文庫1963年10月、ありがとうございます。